欧州代表、安明って誰や？本人不在です。ピッチャー交代を告げます。スタンドからは相手ピッチャー欧州選抜、欧州代表の交代なんですが、安明コールが起こるというこれまた、まあそうです、登場曲ですもんね日本の NPB ならではの風景です。出てきたのは安明じゃなくてボッキ。相手ベンチのなんじゃこりゃ感がすごい。もう侍ジャパンの恒例行事になってて、草音楽が体に染みついてるんだよね。世界の安明だな。ハマスタのビジター応援席ではできないからくっそ楽しい。これ野球ファンとしての職業病だろ。去年のアジアチャンピオンでもやってたな。日本球界ならではの演出。もう恒例行事だからプレミア12でもやりそう。相手投手の交代さえもしっかり楽しんでる侍応援席すごいわ。もう脊髄反射なんだよね。アツシも何飛んでんねん。記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。